はいどうも、じゅんじゅんです。ということで、ちょっと今、緊急で動画を回してるんですけども、なんとね、急に Amazon の方にね、ゲーミングウィークということで、ゲーミングデバイス用のね、特大なセールがやってきました。ということで、本日はセール品の方をいくつか紹介していきたいと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございます。今後もこういったセール品の情報など、動画の方でね、紹介していきますので、ぜひ、今のうちにチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。ぜひね、まだ Amazon プライムに入ってない方は概要欄の方からね飛んで会員登録してみてください。ということで早速紹介していきましょう。ということでまずオーディオ関連から攻めていきます。まずはブルーの EATX ってマイクですね。こちら 10% オフのクーポンが来ております。まあだいたい2万円ジャストぐらいになるのかなと思うんですけども、自分がね一番最初に実況というか、まあこういうね YouTube 投稿始めた時は通常のイエティでね動画投稿とかしてましたね。かなり音質も良く USB 接続になってるんで使い勝手もいいんじゃないかなと思います。お次、同じくブルーのマイクですね。これはオーディオインターフェースっていうのに繋がなきゃいけないんですけども 15% クーポンが来ております。お次、ロジクールのイヤホンですね。こちらも 10% オフで購入することができます。まあ、ただしこの4種類ある中のこのねロルの KDA っていうこのモデル、これがね 10% オフクーポンで、あとは200円オフクーポンとかなんで、まあ、買うならこれでいいんじゃないかなと思います。お次、レーザーのゲーミングイヤホンも安くなっております。普段だいたい5000円くらい、タイムセールでも4900円なんですけども、なんと今回4680円なんで、狙ってた人は買い時なんじゃないかなと思います。お次、スティールシリーズのアークティスノバプロ優先モデルですね。こいつがもうすでに 5% オフのクーポンで購入することができます。まあだいたい1800円オフぐらいですね。ダック付きなので狙ってた方多いんじゃないかなと思います。ぜひ。ということでお次、ソニーのヘッドホンですね。新しく3種類出たんですけども、全部クーポン発行されております。一番高いので1800円オフ、ワイヤレスのヘッドセットで1500円オフ、有線のもので1000円オフになっております。他のレビューアーさんが買ったものがちょっと不良品が多くて、日本だとちょっとマイナスイメージがついてしまってるものになってるんじゃないかなと思うんですけども、まあ物としては、音としてはかなりいいものなんじゃないかなとは思います。気になってる方は安くなってるんでぜひ買ってみてください。お次、マウスですね。フナティックギアのボルトがセール 10% オフで購入することができます。1万円の 10% オフなんで、まあ大体9000円台で買うことができると。気になる方は調べてみてください。お次、同じくフナティックギアのダッシュ、こちらも 10% オフで購入することができます。まあ3300円とか3400円で買えるんで、かなり買い時かもしれないですね。ものとしてはハイブリッドマウスパッドになっていて、まあ、水を弾いたりとか耐久性に優れていて、縦横の滑りもなくね、結構使いやすいマウスパッドになっております。ただネックなのは縦が 372mm しかないってとこですかね。それ以外はかなり完璧なマウスパッドと自分はね思ってるんですけども、ぜひね気になる方は調べてみてください。お次、 NZXT のマウスが 10% オフで買うことができます。このマウスもめちゃめちゃ最近出たマウスなんですけども、もう 10% オフで買えますね。あんまり日本でね広告とか売ってないような気がするんで、セールで売りたい感が出てますね。同じくしてキーボードもですね 10% オフで購入することができます。個人的にねこのキーボードの配列っていうか、このギッチギチに詰められてる感好きなんですよ。お母さんが作ってくれたお弁当箱ぐらいギッチギチに詰まってるんですけど、まあ無駄がないデザインで個人的には結構好きなんですよね。音量調節のグリグリとか、あとミュートボタンとか、結構ね便利機能は多いんじゃないかなと思います。他のモデルもね全部 10% オフで購入することができるので、ぜひ気になる方は調べてみてください。お次、ロジクール G プロのロルのモデル、こちらも 10% オフで購入することができます。まあ G プロかなり人気ですし、まあ、それの 10% オフで買えるんで、かなり狙い目なんじゃないかなと思います。お次、またもやキーボードからレーザーのハンツマン V2 10キーレスがですね、全体的にセールかかっておりました。まずはこちら日本語配列のライナー軸、赤軸ですね。これがだいたい2500円オフ 15% オフかかっております。普段はだいたい1万6000円ぐらいですね。他にもこれのクリッキー軸、紫軸もセールかかってますし、英語配列に関しては4000円オフぐらいされております。まあ個人的にね、押してるオプティカルスイッチっていうのが採用されていて、普通のね、メカニカルスイッチよりも、チャタリングもないし、応答速度も速いし、
耐久性も高いっていうね、まあ、かなり優れたスイッチを使っているので、個人的にはめちゃめちゃ推しているキーボードになります。狙ってた方かなり買い時なんじゃないかなと思います。お次、スティールシリーズから Apex Pro Mini ワイヤレスが 5% オフで購入することができます。なんともうセールかかっちゃいましたね。だいたい2000円オフぐらいなんですけども、かなり早い、先月ぐらいに登場したのにもう安く買えるっていう、まあ、異次元のセールが来ております。まあ多分ね、あの Apex Pro 10キーレスの方が売れすぎていて、こっちのミニワイヤレスは高すぎてあんま手出せないと思うんですよね。まあそれで多分 5% オフで今回買えるんじゃないかなと思うんですけども、まあ要するにあんまり多分日本じゃ売れてないんだと思います。まあただ2000円オフでね、欲しかった人はかなり狙い目なんじゃないかなと思います。お次、モニターですね。 BenQ Zoe の XL2411K っていう24インチ 144Hz のモニター、こちらもね3000円オフで購入することができます。残念ながら有名なね27インチとか 24.5 インチの 240Hz のモニターの方はセールかかっていないんですけども、まあ、144Hz とか 165Hz のモニターに関してはクーポンだったりとか、あとセール特価でね購入することができます。かなり Amazon のねモニターランキングでも上位に来てますし、結構有名なモニターになっております。ゾーイのモニター狙ってた方はぜひ調べてみてください。お次、 Acer の 24.5 インチ 240Hz のモニターが4万円以下でね購入することができます。応答速度 0.5mm とね、かなり速いモデルになってて、でこれとねほぼほぼ同じようなモデルがもう一個セールかかってまして、これ VG2529X ってこうめちゃめちゃ性能が似てる 240Hz 0.5 ミリ秒の IPS パネルっていうね、まあほぼ性能一緒のモニターもね3万8000円で購入することができるんですよ。さっきのが3万9780円で、こっちが3万8000円なんですね。これちょっと違いを調べてみたところ、3万9000円のモデルはここの後ろの端子に USB3.0 のポートが4つぐらいついてるんですが、3万8000円のモデルは基本的に HDMI とかしか刺さらないモデルになってるそうで、まあほんといらないものを省いたモデルがこっちって感じでちょっと安くなってるらしいです。まあ、普段4万円とか高い時で4万4000円なんですけども、今3万8000円なのでかなり買い時なんじゃないかなと思います。ということで、以上 Amazon ゲーミングウィークのセール商品をいくつか紹介させていただきました。期間的にはまあ大体2週間近くやるので、安くなってるゲーミングデバイスが見つかり次第もう1本ぐらい動画化しようかなと思いますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。